青森から中部地方へ、今日はあの伊勢神宮に来ています。2016年ということでたくさんのパワーをいただきたく、今日はフラットではなくビシッとお参りしていきたいと思います。青森と名古屋を結ぶ FDA を利用し、中部地方の魅力を紹介するフラットチューブ。今回ミカシーがやってきたのは三重県伊勢市伊勢神宮。年間1000万人以上が参拝に訪れる日本を代表する聖地。その起源は2000年前に遡ると言われ、太陽の神天照大御神を祀っています。神聖な空間ですね。ここを歩くだけで癒されますね。ここみたらしは清流五十鈴川の水で手を清める場所。わー、あれ、思ったよりも冷たくない。樹齢数百年の杉の木が立ち並ぶ道を抜けると、いらっしゃいます神様が。来てまった。いや、武田でっけえな。ということで、2016年のパワーが上がるようにお参りしていきたいと思います。では、行ってきます。手羽な。カメラはここまで。ミカシ、清らかな心でお参りしてください。ということでお参りはしてきました。いや、何を伝えたかと言いますと、やっぱり2015年のたくさんの感謝の気持ちと、あと2016年、まだこうやって青森に縁のある仕事ができますようにっていうのをちょっと伝えてきました。伊勢参りを終えたら定番のお土産はいかがですか？伊勢の名物といったら何といってもこちら、じゃん、赤福。後ろに本店もあるんですけれども、すごい混んでますね。大人気ですよ。明治時代に建てられた趣ある店内、こちらでお土産用を買えるほか、お座敷で味わうこともできます。青森から名古屋までたったの90分。そこから足を伸ばせば一度は行ってみたい観光名所がずらり。あなたもフラット旅いかがですか？お伊勢参りも FDA でフラット行けちゃいますよ。